トライオンです本日はこちらのニュースをお伝えいたします。本日ではありませんね。5月3日、俳優の渡辺裕之さんがお亡くなりになられました。まずはご冥福をお祈りいたします。こちらの NHK の記事を読んでみましょう。数多くの映画やドラマに出演し、栄養ドリンクの CM などで などでも親しまれた俳優の渡辺裕之さんが3日自宅で亡くなりました66歳でしたんー渡辺裕之さんは水戸市出身で栄養ドリンクの CM などで人気を博したほか1982年に映画オンザロードで主演を務めて俳優として本格的に活動を始め NHK の大河ドラマ年入と待つ など、数多くの映画やドラマ、舞台に出演しました。また民放のゴルフ番組では、レギュラーとして出演中だったということです。所属事務所などのウェブサイトに掲載された発表によりますと、渡辺さんは3日昼頃に自宅で亡くなっているのを家族が見つけたということです。66歳でした。また、妻の俳優の原秀子さんが所属する事務所も、 ウェブサイトに文章を掲載し、あまりに突然の出来事に、弊社原秀子は、呆然自失としており、現在、皆様に何かお答えできる状況ではございません。心の整理がつきましたところで、改めて皆様にコメントを出させていただきます。などとしています。あ、あいうの、渡辺宏樹さんは、最近、 映画の撮影にも参加されていて、こちら、サダコデラックスが今年の秋口に公開予定でした。こちらに出演者名が記載されています。監督は木村久さ,さん。木村久さ,さんといえば、 以前の、この金にというテレビドラマ、こちらも監督されていましたね。特に深い意味はございます。